で今回はその僕がやってる役のフランクリンっていうのがどういう成長をしてるのかっていうのを思ってたらちょっと成長しすぎて CIA に入ったんですよ。だからもうほぼあのアフレコが15分で終わったっていうのがもう一つのエピソードなんですよね。普通もう僕は数時間かけて気合い入れていったんだけど前半で終わっちゃったんです。だから今回なんで俺はこのレッドカーペットにいるんだろうってちょっと思いながら見たりとかするけど、まあそれはそれで楽しみながら、いてくれるとはね、ありがたいね。いや助かります、そうやって言っていただいて。いや助かります、こちらこそ。どうなんですかね、でもすごいあの本国の女優さんの声とか佇まいがかっこいいので、テイラーがすごくかっこいいので、そこに対してかっこいい声を出そうと変にするとなんか低くなってテンション低くなったとかで、すごくこう調子をつかむまでに結構時間がかかって、でやっぱかっこいい声の人と比べると自分の声って意外と高いんだなとか、新しい自分の声の印象みたいなのを見たりとかして。